神戸市の生田神社では新年をすがすがしく迎えようと今年1年の汚れを落とすすす払いが行われました。今日は正月を迎える準備を進めること始めの日にあたり、生田神社では毎年この日にすす払いを行っています。朝から神職巫女らが長さ3メートルの畑や笹を手に持ち、柱の上や釣り灯籠にたまった1年の汚れを丁寧に落としました。今月27日には杉を使った飾りを作り、新年の五穀豊穣と地域の繁栄を祈ります。オミクロン株の蔓延でまたこの先どうなるか分かりませんが、来年は寅年でございまして、猛虎という言葉もあるように勢いのある、力強い一年に皆さんなればと願っております。生田神社は新型コロナウイルスの感染対策として専用サイトの QR コードからおみくじを引けるようにしているほか、参拝客に検温消毒を呼びかけています。